はい。あれ。もしもーし。来訪者。二人勤務の小さな交番は夜になると近隣の交番と連携して一緒にパトロールするんだそうです。というのも。 日中は二人で働いていますが、夜は交代で仮眠を取るらしく、そうなると一人勤務になってしまうとのこと。危険な仕事ですから、特に夜間は二人以上で勤務することが鉄則のようです。その日、夜になって近隣同士で連携すべく、A 交番の山中さんが B 交番に来て、私の友人である原本とドッキングすることになっていました。 原本が B 交番で待っていると、約束の時間になっても山中さんが来ません。変だな、と思い、無線で呼んでみたり、携帯電話に話しかけてみるも応答がなかったそうです。本書から呼び出してもらうも、同様に応答なし。これはどこかで事件でも拾ってしまい、一人で対応しているのかなと思って、しばらく待つこととし、交番裏に入って雑務整理をし始めました。 本当は勤務中にやってはいけない行為ですが、来訪者の対応で中断してしまうのを避けるため、時々やってしまうそうです。しばらくすると、ドアをコンコンと叩きながら、ラもっちゃん、着いたよと声が聞こえました。ぞっとしました。なぜなら、山中さんの声ではないからです。それと、そもそも山中さんは B 交番の鍵を持っています。 一体誰なんだラもっちゃん、開けてくれ。着いたよ。と、続きます。でも、山中さんではありません。山中さんは、いわゆる、オラオラ系で、こんな喋り方ではないのです。というか、声が違う。ただ、ラもっちゃんという呼び方は、山中さんにしか呼ばれない友人のあだ名です。しばらくすると、と、下打ちをして、 その人は立ち去ったそうです。耳を澄ましていましたが、車やバイクの発車音はしなかったとのこと。すると、すぐに電話が鳴りました。本書からでした。山中さんがミニパトで来る途中、単独の交通事故で亡くなったという連絡でした。しかし、山中さんじゃないあの来訪者は誰だったのか、わからないままだそうです。